では今日の授業を始めましょう。さあ皆さん、そろそろ授業の準備はできましたか？多分ちょっとですね、時期的にはこう行事も終わって、こうよく言えば落ち着いた、悪く言えばちょっとマンネリな時期に差し掛かっているかもしれないと思いまして、少しいつもとは違う、こう始め方をしてみました。特に深い意味はないんですが、去年までですと、この6月の中旬というのは、あと1週間で期末試験だから、みんな頑張んないとね、頑張りましょうねっていう時期だったんですが、今年から、2学期制になりまして、で多分この宿借り祭も終わったこの時期っていうのは、比較的落ち着いて皆さん勉強できる時期だと思いますので、授業の方も多少ですね、脱線話も最近減ったりして、面白みに欠ける点があるかもしれませんが、たまには落ち着いて頑張ってみましょう。で、今日の話なんですけれども、前回のことを思い出してください。前回ですね、後半で行列式の話に入りました。で、前回その行列式で、まず二次正方行列というのを定義しまして、でその意味の説明をしていたわけですね。で、どういう意味があるかというと、その二次正方行列がその平面ベクトルが張る平行四辺形の符号付き面積を表すという話をしておりました。でその符号付き面積 の性質をいくつか説明しましょうということで、前回ですね、その括弧2というところまで説明したかと思います。で、今日はその、ごめんなさい、すみません、符号付き面積の性質で、丸2番というところまでですね、丸2番というところまで説明したと思いますので、で、今日はその続きで丸3番を書いてみました。で、今
今日は先に板書の方をしていきましたので、この板書の意味をこれから説明しますけれども、前回やりましたように符号付き面積を S の AB っていうふうに書いたわけですね。で、3番目の性質は、ここにありますように、S の片方がですね、2つのベクトルの和だったときに、その符号付き面積がどういう性質を持ちますかっていうと、ここが A プラス A' というベクトルなんですが、それと B の符号付き面積というのは、実はこれ、ベクトル A と B が張る平行四辺形の符号付き面積と、あともう一個ですね、A' と B が張る平行四辺形の符号付き面積の和に等しくなりますということを説明しています。で、これ直感的にですね、こう図を書いてそれを示したのがこちらの図です。で、xy 平面を取りまして、で、最初に、そうですね、このベクトル A がここにあって、それからベクトル B がここにありました。で、そうすると、A と B によって張られる平行四辺形というのは、この、丸一番の、こう四角になるわけですね。で、その次にそのベクトル A' ってここに取りましたので、そのベクトル B とベクトル A' によって張られる平行四辺形っていうのが、こちらの白い枠で囲ったこの丸二番になるわけです。で、一方でそのこの丸三のこの等式の左辺にあります A プラス A' と B によって張られる平行四辺形っていうものなんですけれども、実はこの黄色い長い線がこの A ベクトル A プラス A' を表していて、でそれと B のこのが張る平行四辺形ですから、これ黄色い枠で囲ったこう丸三番になります。で、この丸1の平行四辺形と丸2の平行四辺形の面積の和と、それから丸3の平行四辺形の面積を比べるとどうなりますかっていう話なんですけれども、実は今こう見て直感的に見てもらって分かると思うんですが、この丸1と丸2のですね、平行四辺形のこの接している線分というのはちょうどこのベクトル B に平行なわけですね。そうするとこの接している線分をこうベクトル B に沿ってベクトル B に平行にこう移動させていきますと、これ最終的にはこの2つのですね、この2つの折れ曲がった平行四辺形の2つの重なった図形をのこの接している部分を平行にこうベクトル B に平行にずらすと。そうすると最終的にはこのここまでずらしたときにこの黄色い平行四辺形にぴったり重なるわけですね。ということで直感的にはこういうことを見て両者の面積がこう等しくなるということがわかると思います。で、これは同じようにですね、今はこのベクトル A ですね、この左側のベクトルの和を取った場合の性質なんですけれども、同じようにこの右側のベクトルを例えば B と B' の和というふうにして表した際にも、これは A と B で張られる平行四辺形の符号付き面積と、あと A と B' で張られる平行四辺形の符号付き面積に等しくなるということも分かります。という話ですが、ここまでいいですか。はい。で、4番目の性質は、この R というのを実数としたときに、このベクトル A の R 倍と
B で貼られる平行四辺形の符号付き面積がどうなるかというと、これは A と B で貼られる平行四辺形の符号付き面積の R 倍に等しくて、でさらにこれは A と B の R 倍のベクトルで貼られる平行四辺形の符号付き面積にも等しいということが言えます。でこれも同じように一例を書きますけれども、まあ A と B がこういうベクトルだったときに、その A と B で貼られる平行四辺形というのは大体まあこの今のこの白枠で囲った感じだと思うんですが、で例えばこの A をまあ少し伸ばしましたと。でこれで RA と B で貼られる平行四辺形というのを考えますと、まあ、こういう形にこの黄色い枠で囲った図形になるんですね。で、平行四辺形の面積ですので、A と RA を比べるとその底辺の長さがこう R 倍になっていますから、面積も R 倍になるということで、底辺の長さが R 倍になったものは元の平行四辺形の面積ではの R 倍になるということから、まあ、このことは分かると思います。ここまでいいですか。で、この性質の ③ という ④ の性質には名前がついていまして、③ と ④ を合わせて、二重線形性と言います。で、線形性、二重線形性って書いてですね、で、線形性でしかも二重だということなんですが、若干その意味に触れますと、まず線形性については、詳しくは、これから先の方でですね、詳しく学びます。特に第5章のあたりですね、この線形写像というのがこの線形代数の名前にありますように、まあ線形代数の中で一番大事な要素の一つなんですが、そこで出てくる線形性というのが実はこの ③ と ④ の性質にも表れていまして、それから二重というのはどういう意味かというと、その今ですね、S 符号付き面積 S はこの A と B という2つのベクトルからこう計算するんですけれども、この線形性という性質がこの左側の要素に対しても成り立つし、右側の要素に対しても成り立つと、だからどっちについても線形性が言えるという意味で、これ二重線形性というふうに言っています。まあ今はそれほど名前は重要ではありませんが、多分線形写像などを習った時にですね、そういえば線形性ってここであったなっていうのを思い出すといいんではないかなというふうに思いますので、まあ、ちょっと覚えておいてください。ここまで質問ありますか。はい。で、これからやろうとしていることはですね、今までのその1、2、3、4という性質を使って、その符号付き面積というのは一般にどのように計算できるかということをちょっとやってみたいと思います。で前回は、確か平行四辺形、この2本のベクトルで貼られる平行四辺形の面積を幾何的に求めてみたんですけれども、今度は、今の ① から ④ の性質を使って、幾何的じゃなくて単にその ① から ④ を使った計算のみで同じように符号付き面積が出てくるという話をしたいと思います。
これらっていうのはその1から4の整数ですねを用いて、このベクトル A とベクトル B の符号付き面積を計算しましょうと。で、もともとその A と B っていうのはどのように表されていたかというと、 A は A11 と A21 でしたので、これをその単位ベクトルを使って表すと A1 の A11 倍と、まあ、A2 の A21 倍になるわけですね。でそれから、もう一つのベクトル B は、B じゃない、ごめんなさい、A の12と A の22って表しましただと思います。で、これを同じように、やはりその単位ベクトルの線形結合で表しますと、A の 12×E1 プラス、A の 22×E の2となります。ロリと。で、まあ、これを使って、符号付き面積 S の AB というのを計算するんですが、まあ、前回からですね、先ほどまで述べました、その4つの性質をうまく当てはめましょうということなので、とりあえず、この A の方に、この今挙げたですね、単位ベクトルを使った線形結合の表現を代入してみましょう。そうしますと、まあ、単にこの A にこれを代入するだけなんですけれども、A の、ここですね。A の1で、こうなります。で、これで次どう展開するかというと、ここですね。実はこれ、ここが2つのベクトルの和になっておりますので、ちょうどこの丸3番の性質を使って展開できるわけですね。そうしますと、まず最初に A の11 E の1と B の符号付き面積と、A の21E の2と B の符号付き面積になるんですけれども、実はここでその4番の性質を使いますと、このスカラーは外に出せますから、このスカラーも外に出してしまいましょう。とこういうふうにまず展開することができます。で、この A、ベクトル A に関する展開がこうできましたので、で今度はこのベクトル B をこう展開してみましょうというわけなんですが、それは単純にこのベクトル B をこの単位ベクトルの線形結合で表した表現をこう代入するわけですね。そうしますと、最初の項は、この B のところに A12 プラス A の22こうですね。それから A の21かける S の E の2で、あと B を代入しますので A の12の1プラス A の22の
まあ、これになります。ここまでですか。で、今度は、今度はここのですね、この B がこの2つのベクトルの和になりましたので、これはやはり先ほど述べました丸三と丸四の性質を使ってこう展開するわけですね。で、実際に展開しますと、A の11、A の 12S の E の1と E の1。この部分がさらに2つのこう符号付き面積に展開できるわけですね。で、次は A の11、A の 22S の E の1、E の2と。で、これで最初の項の展開がこうできます。で、次が後のこの項をですね、また2つの符号付き面積の和に展開するんですが、A の21、ここですね、A の12ですね、A の12に S の221プラス A の21、A の22、S の22と、こうなるわけです。ここまでいいですか？まあ、ちょっと面倒かもしれませんが、先ほどの性質をちゃんと覚えていれば、まあ、難しくはないでしょう。で、最終的にそのこの符号付き面積がですね、この単位ベクトル E1 と E2 によってこう貼られる平行四辺形の面積に、符号付き面積の計算に希釈されましたので、一応まあ確認として E1、E2 っていうのはどういうもんだったか、それから E1、E2の用いたその符号付き面積はどうなるかっていうのを確かめてみましょう。まあ、E1、E2 っていうのはそれぞれその X 軸方向と Y 軸方向の向きを持つ単位ベクトルでした。で、符号付き面積の定義をもう一度思い出すと、その符号が正というのは、例えばその最初のベクトルからその次のベクトルにこうの間のその角度を測るときに、その角度がですね、この反時計回りであれば符号は正で、時計回りであれば符号は負というのがこの符号付き面積の定義でした。で、それに基づいてその一つ一つその符号付き面積がどうなるかっていうのを見ていきますと、まず最初のこの部分ですね、E1 と E1 の符号付き面積とは出てるんですが、その同じ2つのベクトルによって貼られる平行四辺形の符号付き面積というのは、前回やりましたその2番の反対称性という性質からここは0になります。で、まずそれ確認しましょう。で、次にこの2つ目の E1 と E2 によって貼られる平行四辺形の符号付き面積なんですけれども、これは確かそうですね、前回のその基本ベクトルに対する符号付き面積での性質で、これは1になります。で、3番目、
今度はこの E2 と E1 によって貼られる符号付き面積なんです、平行四辺形の符号付き面積なんですが、先ほど2番目と異なる点は、その E1 と E2 の順番が入れ替わってますね。そうすると、この角度の測り方が E2 から E1 に向かって角度を測るわけです。で、その向きというのは、時計回りに角度を測ることになりますので、符号は、反転します。ですので、この符号付き面積はマイナス1と。で、最後に、4つ目の符号付き面積は、この E2 と E2 で貼られる、平行四辺形なんですけれども、これはまあ図で見ても分かるし、前回やりました反対称性から、この符号付き面積は0になります。ということで、以上をまとめますと、この項ですね、この今、黄色いチョークで囲んだ項だけが残るわけでして、で、それをもう一度改めて書くと、A の1、1、A の2、2、マイナス、A の2、1、A の1、2というのが、出てきまして、前回ですね、それから今日やりました、性質、符号付き面積の性質から、このベクトル AB で貼られる平行四辺形の符号付き面積が、このように計算できて、できましたと。で、ちょうどその、この元で考えていた行列の、行列式に一致するものが出てきましたというのが、この例題の話です。ここまで質問ありますか？ということで、以上のその計算で強調しておきたいのは、その、今回行列式の、初めの紹介として、その二次の正方行列の行列式というのをやったんですが、その意味するところは、今やったような、その、二つの列ベクトルですね、行列を構成する2つの列ベクトルで貼られる平行四辺形の符号付き面積を表すものだと。で、実はこれがその、ベクトルの項数が3項4項と増えていくと、例えば3項ですと同じように面積に対応するものとして、これ体積が出てきたりします。詳しいことはまたこれから先やると思いますけれども、そういう性質があると。で、逆にその行列式というのが、その今まで述べたような、その符号付き面積のような性質を満たすようにうまくできているということを、これから学んでいきたいと思います。それで、実はそのこれからですね、その一般の N 次の行列に対する行列式を定義するわけなんですけれども、その、ある工夫が必要なわけですね。どういう工夫が必要かっていうと、その行列式にはですね、このように、その行列の各成分をかけたものをこう加えたり引いたりすることによって行列式というのを定義するわけなんですが、じゃあどういう組み合わせをこう持ってくればよいかと。あと、その、それをが場合によってはこう足したり引いたりするわけなんですが、どういうものを足したり、どういうものを引いたりすればうまく行列式が定義できるかっていうのが問題になるわけです。で、しかもそれはどのように問題になるかというと、その行列式っていうのは基本的に、今まで前回から今まで述べたような、その符号付き面積のようないくつかの性質がありましたよね。反対称性とか二重線形性とかっていったような、そういう性質をうまく満たすように、この取ってくる成分の積とか、それからプラスマイナスといった符号を決めなければなりません。で、それをですね、そのどのようにして決めるかというのに、実はこれからやるその置換というその文字、数字の入れ替えのルールを考えます。ということで、ここから先はですね、その行列式の一般的な定義の準備として、
この教科書63ページのセクション 3.2 の痴漢の話に入ります。でまず最初に、痴漢とは何でしょうかっていう話をしたいと思いますが、この世界では、ある集合を考えます。集合として、オメガという字で表しますけれども、その中身は何かというと、1から n までの、 その自然数を集めた自然数の集まりですね。これがこの痴漢の対象になります。で、このオメガに対してその痴漢っていうのは何かというと、オメガの元 i から j の太陽付けを表すというものです。で、じゃあその太陽付けというのが一体どういうものかというのを、ちょっと一つの例で考えてみましょう。この例ではこのオメガは1から5までの数字とします。で太陽付けるっていうことですから、その、ここでは一般の i から j の太陽付けというふうに書きましたが、具体的にはこの12345っていう数字が与えられて、じゃあ、ちょっとそれをこう縦に書いてみましょう。オメガという集合の中に12345というその数字があったと。でこれをまたオメガ、ちょっとこれ集合としては同じなんですが、太陽付けをこう見やすくするためにこう2つのオメガを並べて書きますけれども、それぞれのオメガの左側の数字から右側の数字にこう何らかの対応をつけるっていうんですね。で今の例では、じゃあ1っていうのが与えられたら、これを2にしましょうと、移しましょうと。それから、2というのが与えられたら、これを5に移しましょうと。で3が与えられたら1に移しましょう。で4が与えられたら4に移しましょう。で5が与えられたら、3に移しましょうと。一つの例としてはこのようなものをですね、このオメガの元 i から j の太陽付けと呼ぶことにします。ここまでいいでしょうか。まずここまでできた事実をもう一回まとめますと、その痴漢はこの集合オメガと呼ばれるものに対して考えると。でそれオメガっていうのは1から n までの自然数の集まりだと。で、その痴漢とは実際にはそのオメガの数字ですね、 i から j への対応付けを考えるというのが痴漢、まず痴漢ですと呼ばれるものです。
まずこの、まあ、対象、これから対象にするものをですね、定義した後で、じゃあ今度はその対象がですね、持つ性質を調べるというのが、まあ、数学の学び方の常套手段なわけですが、そういうわけで、この置換シグマの持つ、まあ、性質というのをいくつか挙げてみましょう。大体大丈夫ですか？この右側の置換の定義を写し終え、多くの人が写し終えたら、こちらの説明を始めたいと思います。はい、ですかね。で、まずですね、この置換シグマの持つ性質なんですが、あ、そうかそうか。一つ、申し遅れましたが、この対応付けですね、この対応付けをシグマというふうに表すことにしましょう。ですから ここに書かれてあるものは、まあ、その集合オメガの置換シグマということになって、まあ、シグマをこのように与えるということを意味しています。はい、カメラさんすいません、僕がこう説明を忘れてですね、こう右に左に動くとカメラさんもこうカメラを右に左に振ったりするので、それは結構大変なわけです。なるべく説明忘れがないようにします。で、シグマの持つ性質なんですが、まず最初にの性質としてシグマは、写像であるということが挙げられます。ところで、この写像っていう言葉は皆さんどっかでやりました？演習、この授業の演習でもやりましたかね、一応。うん、はい、じゃあ多分大丈夫だと思いますけれども、一応写像の意味を復習しますと、このシグマはこのオメガの任意の数字ですね、 i に対して まあ、ある J ですね、ある数字 J をただ一つ対応付けると。いう意味で、シグマは写像であります。もし写像という言葉がピンとこない人がいたら、じゃあシグマが写像でなかったらどうなるかということを考えてみましょう。シグマがもし写像でないようなものとしては、例えば、1数字の1に対して例えば2と3を同時に対応付けたりとか、それから2に対して何も対応付けるものがないとかですね、そういったものは写像とは言いません。まあ、先ほどの図で左側に書かれた数字から必ず一つだけ右側に書かれた数字を対応付けるのが写像です。ですか。はい。じゃあ次。このシグマは写像の中でも前写と呼ばれるものです。もしくは上の写像とも呼ばれます。皆さん、前写の、前写って言葉もやりましたかね、練習の前。はい。まあ、多分、覚えてる人もいますし、いると思いますし、忘れた人もいるかもしれませんが、一応、この前写の定義を復習しますと、まあ、どの J、オメガの数字 J に対しても、にも、まあ、ある、数字 i から数字が移ってくると。
一応このことをですね、この、シグマ、i をシグマで移したものをが j に等しくなるというのを、このように書きます。で、もし前者というのがピンとこない、もしくは忘れてしまったという人がいたら、その前者でない例というのをちょっと考えてみてください。例えば、オメガが交差あって前者でない例というのは、例えばこのオメガからオメガへの斜像シグマを考えたときに、こう1から5すべての数字がこう1に移るようなものは、これは前者とは言いません。前者でない例の一つです。なぜかというと、この前者の定義はこちら側ですね、右側のどの数字にもどっか左の数字から移ってくるというこの矢印がありますよっていうのが前者の定義だからですね。ですので、この例は2345に移ってくる左側の数字が存在しませんから、このようなものは前者とは言いません。一方で先ほど定義した例は、右側の1から5のどの数字にも左側のどっかの数字から移ってくるものがありますから、先ほどの例は前者と言います。はい、いいですかね。じゃあ次3番目。3番目は、シグマは斜像の中でも単斜です。単斜もしくは1対1の斜像と思います。単斜も多分授業でやりましたかね、演習の方でやりましたかね。はい、一応単斜の意味も復習しますと、もしこの左側の2つの数字 ij というのが、等しくない数字ならば、 i と j は同じ数字に移りません。すなわちこれはそのシグマで i から移った数字とシグマで j から移った数字は等しくないというのが、この単斜の意味するところ、もしくは単斜の定義ですね。で、この単斜の意味がやっぱりちょっといまいちよう分かっとらんなという人がいましたら、これもやはりその単斜でない例というのを考えてみましょう。で、実はと先ほど前者でない例として挙げましたこの図ですね、これは実は単斜でない例にもなっていることに注意してください。なぜ単斜でない例かというと、単斜の定義は、もし左側の数字がこう異なっている2つの組み合わせがあれば、例えば1と2ですね、1と2を1をこう移して右へ移したものと2を右へ移した数字は、異なるというのが単斜の定義でした。ところがこの例では1を移せば1に移るし、 2は1と異なるんだけども、2を移しても1に移るということで、左側で異なる数字が数字なのに移した先が一緒なんですね。ですので、そういう意味でこのシグマは
単車ではない例にもなっているということに注意してください。ですので、皆さんがそのもしこういった前車だとか単車だとかっていうことをその理解しているかどうかのチェックの仕方の一つ、もしくは理解する上でも手助けになる方法、なりうる方法の一つとして、その判例を作るというのがあります。前車というのが理解できているかチェックするには、じゃあ、前車でない例というのはありますかと。もしくは、与えられたこういう車両が、前車ですか、前車でありませんか。それはなぜだか説明できますかということを、こういったですね、非常に単純な問題でいいので、こういう単純な問題でこう自分で考えてみると。そうすると、自分のよく分かっていないところなどが、はっきりしてくることもあるかと思いますので、ちょっと勉強方法がなかなか分からなくて困っているという人は、ちょっと一回試してみてください。で、それでも分からない場合には、多分僕ですとか、あと演習の相山先生ですとか、あとティーチングアシスタントの人たちがいますので、ぜひ質問してほしいと思います。はい、ですか。で、そしてですね、以上をまとめますと、1から3よりこのシグマは車像であって、しかも前車かつ単車っていうのは数学では前単車と言います。今までのものをまとめて言い換えたに過ぎませんけれども、とりあえずこのシグマ、今考えたシグマというのは、集合オメガからオメガへの前端車であるということが言えます。まずそこを押さえておきましょう。で、そのシグマですね、このシグマを、このセクションのタイトルにある置換と言います。一応これを定義として書いておきましょう。教科書ですと、教科書64ページの定義 3.2 にこの置換の定義があります。一応、大事な定義ですので、黒板にももう一度書きますと、このオメガを1から n までの自然数の集合とした時に対して、前端車ですね、オメガからオメガへの前端車シグマをこの集合オメガ上の置換と呼びます。
ここまでいいですか。じゃあちょっとこの定義を移してください。それでは移し終わったところで皆さんにちょっと聞きたいと思うんですが、このオメガをですね、この1から n までのその自然数の集まりとしたときに、このオメガ上の置換というのは一体何個あるでしょうか。何個ある、何個ぐらい、ちょっと聞いてみましょう。 N 個ぐらいだと思う人、N の2乗個ぐらいだと思う人、すでに答えを知っている人はい、いいです。ですね、教科書をすでに読んできたか、あるいは今ですね、この定義 3.2 のすぐ下を見た人は答えを知っていると思いますけれども、実はこの置換の個数というのはちょうど N の、階乗個だけあります。じゃあこれも大事な事実の一つですので書いておきましょう。古代版 3.1 は置換の個数に関する古代ですけれども、まあオメガを今先ほどと同じように1から、まあ、n までの自然数の集まりとしたときに、その上の置換の個数は、n かける n マイナス1かける点点点点かける1ですね、の積です。これを、まあ、n の階乗と書きます。N の階乗、まあ皆さんご存知だと思いますが、N の階乗です。と書きます。で、あると。ここまでいいですか？で、そうしますと、その、まあ、置換というのは、まあ、一つのオメガに対して、まあ、一般にはたくさんあるということが、分かりましたので、実は教科書の定義 3.2 の、後半の部分を書かなかったのは、一応ここでですね、古代で置換が何個あるっていうのが書かれてましたので、まあ、その説明を先にやろうと思ったんですけれども、この古代 3.1 にありますように、この置換っていうのは、まあ、N 個の数字 の、まあ、オメガでですね、その N の階乗個ありますから、そのこのオメガ上の置換の集合というのを考えることができるわけですね。オメガ上の置換全体の集合を、これをまあ S のオメガで表します。S のオメガ。もしくは、その、まあ、オメガの弦の個数。これは N ですね。N を取って、
まあ、SN という記号で表します。まあ、もし、そうですね、当然この N がですね、その扱う対象によって、n が3だったり4だったりした場合には、まあ、s3 とか s4 とかっていうような具体的な数字を入れて表すこともあります。あとそれから、まあ、これは今ここで直接すぐに必要という話ではないんですけれども、このオメガ状の置換全体の集合というのをその別の名前ではあのオメガの対象群とも呼びます。で、この、まあ、対象群の方の性質にはあの今はまだ深入りしませんけれども、実はこの、 あのオメガの置換全体の集合というのはあの数学でいうその群と呼ばれるあの性質を満たしまして、で非常にあの興味深いあのいくつかの性質を持っていたりします。ですので、まあ、数学、特に大数学などをまあ、学んだり研究したりする上では重要な道具の一つとなっています。まあ、とりあえず今はあのそういう名前があるということだけでいいです。はい、ここまで何か質問ありますか？はい、あ、もうちょっと映している人がいるので、もう少し待ちましょう。はい、それで、一応ですね、置換というのが、まあ、こういう定義だということをやったんですけれども、そうすると、まあ、これからこう我々線形代数を勉強していく中で、この置換を使うんですが、書き方をちょっと考えなきゃいけないと。というのは、あの先ほどですね、この、そっか、この下の板書、ここに書きましたように、いちいちこの数字の組を書いて、そこからこう矢印を結んでっていうことを書いていたんでは、あのすごい手が疲れて面倒でしょうから、僕も板書が面倒ですし、皆さんもこう写す方が面倒でしょうから、その、まあ、置換のもう少しリーズナブルな、皆さんの手が疲れない表記法を、まあ、やっておきましょう。一応あの数学者というのはあのなるべく、まあ、ある意味ではエレガントに、ある意味では物臭にですね、こう物事を簡潔に済ませたがる人たちが比較的多いと思いますので、そういった記法はですね、なるべくこう自分たちが使う上で疲れないようにあの工夫はしていると思います。ということで、その置換の表示法について一応お話ししておきます。で、まず最初にですね、この普通の通常の表示法ですが、このシグマイコールって書きまして、で、上に1、2、点点点、n と数字を並べます。で、まあ、それに対して、その下にですね、この1がどこへ、1が移った先の数字を1の下に書いて、2が移った先の数字を2の下に書くと。で、同様にして、n が移った先の数字を、その n の下に書くというふうに、こう、あの数字を 2行に並べた行列のような形で表します。先ほどの最初に書きましたあの図と比較しますと、この先ほどの図で、左側に書かれたオメガの数字ですね。それがこの図、この式では、この上に、上の行に順番に書かれます。で、それに対して、その右側でこう対応付けられた数字というのが、
例えば1に対応付けられた数字は1の下、2に対応付けられた数字は2の下ということで書きますので、先ほどの例題についてこの通常の表記で書いていますと、そのまず1、2、3、4、5と左側の数字を上に書きまして、で次にこの左側の列の数字に対応する右側の数字をこう下に書いているわけですね。で前回の先ほどの場合ですと、1に対応付けられたのが2でしたから、2を1の下に書くと。で次に、2に対しては5が対応づ 2は5に移りましたので、2の下に5を書くと。それから3は1に移りましたので、3の下に1を書くと。で4は4に移ったというか、移ってない、まあ、同じ数字に移りましたので、4の下には4を書くと。で最後に、5は3に移りましたので、5の下に3を書くという書き方をします。ここまでいいですか。さて、そうしますと、その、まあ、上の行の数字に対して、その移った、移されたですね、移された先の数字をこう実際に書くわけですが、その置換によっては、この数字を一つも動かさないものがあるわけですね。つまり、その、全部、上の数字が全部同じ数字に移ると。1は1に移って、2は2に移ると。そういう特別な置換もありまして、でこれを高等置換と呼びます。一応これは大事な概念ですので、定義として書いておきます。高等置換は数字を一つも動かさない置換ですね。数字を一つも動かさない置換を高等置換と呼びまして、高等置換はちょっと特殊な記号で表すんですけども、1のオメガというこういう記号で表します。すなわち この高等置換は1,2…n を動かしませんから、下の行もこういう形になるわけですね。はい、ここまでいいでしょうか。で、今日はもう一つですね、置換のもう一つの表示の仕方として、巡回表示というのはやります。この巡回表示というのは、その、一つの数字から出発して、シグマによって移される数字を
まあ、順にたどるんですね。順にたどって、元の数字に戻る。そうしますと、いくつかの数字をたどっていきますので、その数字、たどった数字を並べていくと、数字の列ができるわけですね。その数字の列を、その括弧で括弧を表し方です。で、まあちょっとその文章で書くとなかなか面倒なので、分かりにくいと思いますから、その先ほどの例で書きました値観ですね、1234、5を25143とそれぞれ打つ、この値観の巡回表示を求めてみましょう。まだいいですか？ちょっと上げますね。すみません。ですので、まずその大抵はこう1から、数字を1から始めるわけですね。で、1から始まって、これを順番に、こう、どこに、どの数字に移るかっていうのを見るわけです。でまず1が移る先を見ますと、1は2に移りますよね。で、今度は2を見るわけですね。2がどこに移るか。そうすると2は5に移ります。で次、5はどこに移るかっていうのを見ますと、5は3に移ります。で、3はどこに移るかっていうと、3は1に移ります。で、これでこう、また1を移すと2に移ってっていうふうにぐるぐる回りますので、これで一つの、こう、こうぐるぐる回る数字の列ができたことになります。そこで、この数字をですね、1、2、5、3というふうに、まとめて、並べて、括弧でくくって表します。で、逆にこう書きますと、これっていうのはこういう値観を表しますよってことですね。1,2,5,3括弧で書くたものは、1を2に移して、2を5に移して、5を3に移して、3を1に移しますと、そういう値観を表すということですね。で、じゃあ残りですね、4、あとの4が残っていますけれども、4はどうなるかというと、実は4に移って、あとはまあ、一つの数字でぐるぐる回ってるわけですね。で、これは一つの数字の中で閉じてますから、4を括弧でくくって表すと。で、同じようにこの値観に現れるこの1から n の全ての数字がこう出揃うまで、この計算を繰り返します。そして最後にこれらの数列ですね、この列をこうまとめて表したものが、これが今の例題のシグマの巡回表示となります。で、ここでですね、いくつかルールがありまして、そのルールの一つは、この4のように、この数字1個からなる列ですね、つまり全然動かないと。そこの列は、省略しても構いません。ですので、この場合、この例の場合ですと、この括弧4というのを省略して、1、2、5、3と書いても OK です。それからあと、このですね、1個からなるその
列を省略して書きますと、実は高等値間を書くときにちょっと困ることが起こって、高等値間というのはどの数字も動かさないじゃないですか。そうするとこれを省略すると何も表し方がなくなりますので、高等値間だけはこの1を括弧でくくったもので表します。これがまあ高等値間の巡回表示です。一応このぐらいのルールを知っておけば、まあ、いろんな値間の巡回表示が書けると思います。で、今日は最後にその巡回表示ですね、巡回表示に関するある一つの定義をするんですけれども、この一般的な値間というのは、そのいくつかの巡回表示ですね、こういういくつかの列の組み合わせによってこう表されますが、中にはそのこの巡回表示が1個しか現れないような値間もあるかもしれません。で、そのような値間はちょっと特別なものなので、名前を付けます。これ巡回値間という名前をつけます。値間シグマが巡回値間であるとは、このシグマの巡回表示ですね、今やった巡回表示が ただ一組だけの、まあ、括弧で囲った数字の列で表されると。で、という定義なんですが、じゃあこの今やっている扱っているこの左側の黒板にある例題は巡回値間か巡回値間でないかっていうと、実はちょっと判断に迷う人もいるかもしれません。というのは、これが省略化って書いてるんですね。で、一応ここの巡回値間のその括弧で括った数字の列が非極味かどうかっていうのは、この1文字だけからなる列は省略して考えて構わないので、そうしますとこの値間はこの括弧で括った数字の組がですね、列がただ一組だけということになります。ですので、この定義から言うと、この値間は巡回値間であるということになります。ここまで質問ありますか？はい、じゃあ今日はですね、置換という概念を導入しまして、で、置換が、まあ、前端者であることだか、それから巡回、置換の書き方ですね、それから、巡回表示と、それから巡回置換というところまでやりました。ので、次回は教科書でいうと、66ページのセクション 3.2.1 ですね、そこから、置換の性質を続けて話をしたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。